はいどうも女性保管計画です、えっと、自分の熟年離婚の、えー、経験っていうのをね、えー、ちょっと思い出しながら語ってるの10周年になるんでね10年生き延びたぞってう感じなんですけどねあと10年も生き延びたいですけどね絶対もっと生き,生きてやるって思ってますけどでですねあのー、まあその離婚した時の後っていうのはやっぱり心にぽっかり大きな空洞が空いていて。 それをとにかくどうやったら埋められるかっていうんでね今、まあ、さっきはちょっと家具を集めるとかっていうんであ,あれしてたんですけどもっと重要なのはやっぱりぽっかり空いた穴でパートナーという頼れる女性の存在ですよねでそれをねえー、っと必死で埋めようとしましたと必死で埋めようとしてやっぱそれもねだからやり方なんですけどまあその時のね もう出会い系サイトも利用したしもうすぐにやりましたね。てか12月11月そうだな別れてその新しい1人暮らしを始めてもう2週間後ぐらいには始めてたかな新しい職場に勤め始めてその辺りにはもうなんか出会いサイトって何でもいいから何でもいいとか言ったらあれなんですけど女性をね出会える機会をね見つけるためにね い、えっと、いっぱい登録してまあたい返信見て話があるなみたいな人とねあったりとかあと結婚再婚とかのあの結婚相談サイト結婚出会いサイトみたいなのも登録しましたん、ね、でんか結構月10万とか取られたりしてね大変なんですけどねでまあそ今だったらどうなのか分かんないけどまあ結構今もやりたいそういうのやる時もあるけどねあんまり やなないなんかそのその時の体験がちょっとあんまり良くなくてえっとまずはなんかねその出会いサイトとかではねちょっとなんかお,お酒程度ならっていうような人となんか何人かと会って一人ねちょっとねなんか九州出身でね年齢は多分30歳ぐらいだったかなその時だから14歳ぐらいしたか13歳ぐらいしたの人だったんですけど。 元、まあ、水商売やっててホステスで銀座とかにも勤めてたけど今は仕事がなくてなんかね人の友達の家に遭遇してて、えー、猫一匹飼ってたのかなかわいい猫だったよねでその人とすごい会うのが結構話があってね初めはねでうんまあ 学歴とかはないけど地頭がいい人で、あといろんなこと、わりと教養があった。あのー、絵画とか、ファッションだとか、うんあとなんだ仮面ライダーとかね、そのオタ系の話とかがすごい通じるんで、一緒に仮面ライダーの映画見に行ったりとかねして、なんか要するに何がしたかったかというと、その変わりだよね。あの昔 ていうか結婚生活で20年間自分のパートナーとして一緒に「仮面ライダー」の映画行ったりとか「エヴァンゲリオン」の話したりだとかあの一緒にやってきた人がいなくなったんでそれの代役が務まる人を探してたんだねこれがね一緒に美味しいラーメン屋行ったりとかですね焼肉屋行ったりとかまあなんかで好みが合う人っていうのがやっぱり。 話題とかが通じる人例えば「仮面ライダーファイズが何だとか別にそこ仮面ライダーだけで生きてるわけじゃないんだけど結構うんあと「ガンダム」の話が通じるとかああんか言ったなその女性と「ガンダムミュージアム」とか結構週末になるといろいろデートしてたねで。 クリスマスとかも一緒の。そうそう。だからクリスマスとかを一人で過ごすっていうのに対してすごい恐怖感があって、とにかくそこを埋めたいのよ。やっぱクリスマスとか、なんか一人でいるっていうことがすごい不幸なことだと思ってるんだね。また今年も来るけど、これからクリスマスね。で別に一人でもいいやと最近、もう開き直り始めたんだけど、その開き直るまでに結構な、あれ、あの、 あれやっぱなんだろうあの,あの「きっと君は来ないひ人きりのクリスマスイブ」だっけあの山下達郎とかのねあ,のああいう歌とかが何あの一人きりのクリスマスっていうのがどんなに孤独なのかみたいなのをねあのだからあれこそ本当とヘトロであるあれっていうような圧力そのものだと思うんだけれども。 なんかねだからそういうのだと本当不完全な自分が自分がやっぱり欠陥品であって一人でクリスマスを過ごすってことはとにかくだから誰かいてもらわないと困るみたいな感じでね多分彼女と付き合ってたんだと思ううんででもねまあその彼女ともまあなんかでもねその測れた後はものすごかったなその結婚サイトの方もね なんだかんだ言って結構なねそう,そ,うそういったところはだから43歳で分かれてるんで同じ年代の人のかまあプラスプラマイ5歳ぐらいの範囲であのオファーが来るんですよ結構なんか顔写真とあとまあなんだろう経歴とか年収とか見て選ばれるんだけど割と選んまあ、なんていうのかななんかこんな不損な言い方かもしれないけど選んでくださる方が多くて。 結構なね、オファーが来てたんです。オファーが来てて、並行してね、これなんか失礼な話だけどね、並行して4、5人と付き合ってたかな。うん。あの、まあ、付き合ってるでもデートしたりとか、え、まあ、飲みに行ったりとか、うん、コンサート行ったりとか、美術館行ったりとか、うーん、いろいろやったね。うん。 まあ、その中で一人二人ぐらいの人と結構割と親密に付き合い始めたんです。まあ2、3ヶ月間、もっと半年ぐらいとか付き合ってたかな。うん、並行してね、その家に。あ、そうそう、その前に、その出会い系で付きあの知り合った人っていうのは家にね、住んでたのね、家がないから。<laughs> 猫連れてきてね家にいてほんと6畳1間だから結構そこをねなんか仕切ってねなんかそんな生活してたのね結、うん、4ヶ月ぐらいかななんかその後出て行ったけど故郷に戻ったと思うんだよねなんか置き手紙が あり,がとうありがとうございましたたとかか書いてくれたかなそれ、まあ、いなくなったねねんかいろいろ携帯買ってあげたりとか携帯解約するのが結構その後大変だったんだけどなんかいろいろねまあほ仕事も紹介してあげたりしたんだよななんか編集のね知り合いとかのつてで、ね、そのつての人とかにほんと申し訳ないことしたなと思ってるけどありがとうございましたって感じなんですけどね。 本当に、まあそうやって混乱してるからね、いろんなことをやって、うん、代わりを探してました。でね、代わりを探してるっていう、まあ、なんだろう。とりあえず次回に続く。